赤組はモーニング娘。の妹分としてデビューするや、瞬く間に人気をゲットしたアイドル松浦亜弥のモノマネ、前田健が挑戦。その熱い視線に注目。松浦綾だもんね、最初似てないんだけど見えてきちゃうのよ、うん、原さん。私ね、あの前田健さんが松浦さんを真似されるようになってから、それまでそんなに一生懸命松浦綾ちゃんを見たことなかったんですけど、テレビに綾ちゃんが出てくると一生懸命見ちゃうんですね。で一生懸命見ちゃうんですけど、似てるはずないのに、どうして似てるんでしょう。僕も一緒で、お前を見てからあの見るようになって、同じ動きすんのかなって、向こうがモノマネしてるみたいな。キリコ、いいじゃないですか。いや私あのびっくりした、あのね、その顔その顔その顔が似てる、あの目元とか似てんでしょ、口元がね、かわいい、すごいかわいい、そういうふうに見えてくるんだろ、すごいじゃない。声は何、声は何、あれ自分の声なんですか。自分で歌ってますから、そうですね、はい、すごいんですよ。かわいい。キリコは今時こうやって驚かないっていう。